バリトンバリトンは、ビオラダガンバと似た、殺言楽器であり、ネックにフレットを備え、6本ないし7本のガット弦が張られるが、さらに9本から24本の金属の共鳴弦を持つ。共鳴弦は、ガット弦の振動に共鳴してなり、さらに左手の親指で弾いて演奏される。オーストリア、南ドイツ、東欧の一部で18世紀末まで用いられたが、 演奏するのが非常に難しく、また調律も難しいために廃れ今日では演奏される機会は稀である。ビュルテンベルク公国のクリスティアン・ウルリヒ公に、ヨハン・ゲオルク・クラウゼの楽曲キューパーティン、アウフダイ・ビオラ・パラドンが捧げられたというのが、バリトンに関する最古の記述とされている。バリトンの曲名として最もよく知られているのは、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが、 彼のパトロンでありこの楽器をたしなんだエステルハージ公尺のために書いた175曲である。これらのうち126曲はビオラ、チェロ、バリトンの30層である。これらの曲は1766年から1775年にわたって書かれた。エステルハージ公が愛用していたバリトンはバスのビオラがガンバのように調律されていた。 クラシック音楽界での古学の復興運動により、バリトンは復元、演奏されるようになり、レコーディングされたものも聴くことができる。最初にビオラダガンバもしくはバリトンの復興に関心を寄せたのは、おそらく、ミュンヘンのクリスティアン・デイベライナーである。1934年、彼は、ミュンヘンの著名な弦楽器賞、フェルディナント・ヴィルヘルムヤウラに、 ジーモンシェドラーのバリトンの模造品の制作を依頼した。近代最初のバリトン演奏会は1936年にミュンヘンで開催され、ハイドンの30奏が主な演目であった。この楽器はバスキス史的弦楽器コレクションの一部をなし、オルフェオン財団による演奏会で頻繁に用いられる。ヤウラのバリトンの完全なドキュメンテーションがオルフェオン財団のウェブサイトで利用できる。 2009年、アイゼンシュタットにあるエステルハージ宮殿にて、エステルハージアンサンブルが、ハイドン作曲によるバリトン曲全曲録音を成し遂げた。スイスの作曲家、クラウス・フーバーが、アラム・デ・マーチャー・シュールセ・セプジェイ・デ・ソイエの中で目立つ、バリトンのソロを書いている。岸シベシゲを、音楽大辞典1924から1925ページ、シュー、サイテッド・ビロー・ハット、 ベレトンアフターサイモン・シャドラー、百八十二倍、フェルディナンド・ビル・ヘルム・ジャウラ、九百三十四ザ・オフィアン・ファンデーション、http コロン、スラッシュスラッシュ o r p h o n o r g スラッシュ oldsite スラッシ s e i t e n スラッシュイン struments スラッシュアザースラッシュビー。 https://www.violadhamba.co.at a スラッシュ esterhaz は ensemble スラッシュページ id イコール358ありがとうございます